玉木さん、新人議員たちの不祥事は気をつけてください。5回でバテる伊藤孝恵ね。新馬和也。全文字かっこいいね。めっちゃかっこいい。幹事長って言われて、いわゆる女房役ってもその通り。まあ、玉木さんはまあいいよ。心配いらん。先発関東型やから。で、この伊藤孝恵さんは先発するんやけど、5回でバテます。これ俺怒られるから。5回までです。国民民主党最年少議員が先輩議員を謎評価。どうも、国民の力です。11月2日に行われた。玉木チャンネルの生配信、その中で新人議員が不祥事を起こさないよう玉木雄一郎にコメントが寄せられました。その後、当選した議員について話をした玉木雄一郎、石川一区の小竹会と伊藤孝恵のやり取りについても少し触れました。9月にあったこの投稿、動画の後半で一体どんなことがあったのか見ていきます。こちらの映像をご覧ください。今般の躍進を嬉しく思います。今28歳ですが、正直なところ、生まれてこの方、政治家という職業を馬鹿にしていました。公約は守らない、嘘をつく、常識がないというような、民間企業ではやっていけない人がなる職業。これ、もう、民間企業じゃやっていけない人がなる職業が政治家だったと思っていました。でも数年前に玉木さん、国民主党を知り、これだけ誠実に国民に向き合う人たちがいるのかと驚きました。玉木さんが演説で与党も野党も批判ばかりでこんな政治は情けないと涙ながらに訴えていたのを見て、もらい泣きしました。若い世代の希望です。お体に気をつけて頑張ってくださいというかもう皆さんが希望ですよ。我々の。まあ、その期待を裏切らないようにね、この路線をしっかり貫いて曲げずにいきたいというふうに思います。玉木さん、新人議員たちの不祥事は気をつけてください。新人教育どうすんだって言って。これはね、もうちゃんとやります。まあ、うちのね、議員はあんまり浮かれてる人はいないと思うけど、やっぱり長年苦労してきて当選するとね、やっぱりあなたもバチェつくとね、まあ偉くなった気になって、それ失敗する人も山根に見てきたんで、とにかく気引き締めてやれと。で、少なくとも選挙区じゃなくて比例で受かってる人は受かってないんだから、とにかく2回目のね、次の選挙に向けて、きちんと地元を歩いて人の声聞いて、寄り添って、政策的課題をそこでね、しっかり見つけてくるということをね、やれということはもう徹底したいなというふうに思います。まあ、至らぬ点もね、多々あると思うし、皆さんも気づいてね、なんだということがあったらもう遠慮なく指摘してください。皆さんの声が議員を育てますから、決して、甘やかしてはダメです。今回のね、国民政治塾はあともう2回で終わっちゃうんですけど、一緒に学び、一緒に行動しましょう。それで、小竹会、石川一区は、現役の学生部の部員ですからね。学生部から、国民民主党学生部からも、現役の国会議員が誕生したっていうことなので、5回でバテる伊藤孝恵ね。それ怒ってたぞ、伊藤孝恵は、小竹会に。どうもこんにちは、小竹です。そこの君、いつも活動を手伝ってくれてありがとうございます。僕の活動を手伝ってくれているのはありがたいんですが、国民民主党という党を知らないじゃないですか。党首の名前言えますか？怪しい。本当？まあまあ、いいでしょう。特に僕の友達そんな人ばっかなんで、そんな皆さん向けに国民民主党入門編ということで、政治家って何が大事って顔と名前を覚えてもらうこととよく言われるんですけど、なんとなくのイメージをつかみやすいために、我々といえば野球やってました。今回ちょっと国民民主党のスターティングメンバーを野球で例えてみようと思いますんで、これ決していじってるわけじゃない。あくまで広報活動なんで、温かい目で見ていただければと思います。ちなみに、気になる選手いますか？名前かっこいい人います。名前かっこいい人誰？シンバ。よく読めたね。シンバ和也。全文字かっこいいね。めっちゃかっこいいですね。今日これを見たら、なんとなく顔とポジションが一致するぐらいには、野球やったことない人もいると思うんですけど。ポジションで覚えたら確かに覚えやすい。そう、覚えやすい。16人なんで、せっかくなんで覚えやすいかなと思って。まず、投手が、玉木さんです。投手って言うと、まあ、いわゆるキャプテン。まあ、エースで4番みたいなイメージよ。もう単純に。玉木さんピッチャーやわ。もう本当に。玉木さんピッチャー。納得のピッチャーです。で、甲子園行こうと思ったら、一人じゃ勝てんやんか。玉木さんは先発完投型、田中将大型のエースピッチャー。まあでももう一人ぐらいいるやん。そういう時に、玉木さんはエースね。エースって書いとこう。エース。伊藤孝恵さん。全然写真とあれだ、びっくり。全然その人来ると思うのか。やっぱ大事やね。伊藤さん、この人も結構、なんていうかな、目立つような感じ。前回の投手戦って言って、投手を決めるような、もう出たような人やから、もう顔になるような、ピッチャーって感じ。で、キャッチャー行こうか、先。キャッチャーは、この人。新馬さん。名前かっこいい新馬さん。ピッチャー、ここに2枚並べとくか。幹事長って言われて、いわゆる女房役ってもその通り。キャッチャーも女房役ってよく言うやんか。特に、ここはね、バッテリーな関係みたいな、そんな感じ。まあ、玉木さんはまあいいよ。心配いらん、先発完投型やから、マー君と一緒や。で、この伊藤孝恵さんは先発するんやけど、5回でバテます。これ俺怒られるかな。5回までです。継投がいります、こっから。まあ、プロ野球と一緒や。6、7、8、9がいるわけや。結構早めの交代やね。本当は、だいたい、まあ、6ぐらいまで投げてほしいんかな。プロ野球で言えば。まあ、6から継投入ります。俺大丈夫かな、これ。大丈夫じゃん。6回、田中健さん入ります。これもうちょっと申し訳ないけど、もう完全に名前で選んでしまった。俺横浜ファンで、田中健次郎って左のスライダー乗ったやん。もう田中健でどこにポジションするって言ったらもうリリーフやろ。勝手に左投げやもん。右利きかどうか詳しくないけど多分勝手に左投げにしてます。ワンポイントでこう入ってきます。リリーフでね。もちろんめちゃくちゃ優秀な人なんで入ってきます。で、7回、船山さん。船山さんは直接話したことはあんまないんやけど、結構絶望鋭い感じ。こう、バン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 ってこういう感じ。オースーファンみたいな。一直球投げるタイプの。結構ね、パワフルな。やっぱ6回でこう左の技巧を吐きて、7回でストレートで押すタイプの。前世紀の朝尾みたいな、おっ、いっとますみたいなね。俺大丈夫かな、これ。まあまあ、覚えてもらうとかやるけどね。田中さん、船山さん来て、8回、リリーフっていうのはスイッチすることが大事やから、ここで浜野さん来ます。セットアッパーですか？セットアッパー。なんか、見たことない変化球投げそうやろ。浜野さんタッパーあるから、浜野さん自体がひょろっとしてるやろ。多分ね、右のサイドハンドで、シェイクみたいな変化球投げ。もちろんお話も面白い方で、なんかちょい悪親父感もちょうどいい、往年の福原みたいな感じのこう、セットアッパー。で、これ9回、めっちゃ大事やん。抑えめっちゃ大事やろ。抑えは、この人なんですよ。ワクワクさん。ワクワクさん？ワクワクさん。ワクワクさんって言ったら俺怒られるよ。古川さん。この人はね、当選9回とかしてる。ものすごい人で、名古屋。この人自体が名古屋の出身で、もう俺はね、もう会った時から岩瀬にしか見えてません。もう、多分ですけど左投げでスライダー投げ。絶対打て。負けたことない。でもそれぐらい、古川さん自体もドシッとした安定感、もう安心感、もう守護神みたいな感じやね。で、実際にドラゴンズのユニフォーム着とった動画も見たことあるから、野球も多分好きなんやと思うよ。どうですかこの、玉木さんの時は完投して、で、伊藤さんやったらこう、ね。繋いでいく。そんな感じで。で、野手行きましょうか。野手。結構まだ残っとるね。センターライン行こうか。センターライン大事やからやっぱ。ピッチャー、キャッチャー、ショート、セカンド、センターね。二遊間。二遊間行きます。西岡さん。これ俺名前で決めてしまった。ショート西岡って言いたいやん。俺らの世代は。でも、西岡さんも九州、長崎の人ねんけど、ものすごいクールな方というか、すごい方ですし、最前線で目立つような感じではないんやけど、やはりこう、キャラクターとしては貴重。源田タイプ。職人タイプの。決まりやろ。そう、決まり。田村さんも、ここのコンビネーション大事やから、女性で固めたっていうのは大事やし、もう、ロッテ感がすごいけど。まあ、せっかくなら、覚えてもらえようと思って。なんかフィットするよね、ここなんか。絶対覚えた。覚えたやろ。絶対覚えたやろ。これが大事ね。それが絶対覚えた。そう。センター。俺はね、もう、ごめん。マジで、センター顔で選んだ。浅野さん。もう、センター顔。めっちゃセンター顔じゃない。やっぱ最近のプロ野球ってどこのセンターもイケメンで足速いんよ。で、もうファン人気1位みたいな。1番センター浅野やもん。完全に。で、若いし。いや、俺1番ショット西尾さんもいいな。ああ、いいね。で、浅野さんだけ俺の応援は特別で、プロ野球でやってるけど、浅野さんだけ高校野球で、ピッチャーバテたら浅野さんがセンターからマウンドに行って、次投げるタイプの、ピッチャーもできるタイプの背番号8を勝手に想像してる。なんかこれすっごい俺しっくりきてる。なんかいいなぁと思って。うん。いいんですよ。じゃあ次内野行きますか。サード。サードってめっちゃ大事やん。俺サードってもう野球で結構3本の指に入るぐらい大事やと思ってね。で、何が大事って守備ももちろん大事やけど、やっぱピッチャーとの距離感も近いし、その人間的に鼓舞するような人じゃないとっていうのはわかるやろ、言いたいこと。で、玉木さんなり、伊藤さんなりがこうバテたりストライク入らんくなった時に鼓舞するような人がやっぱこの河合さん。河合さんは俺やっぱサードかなと思って。あとなんか肩強いってなんか自分で言うとった気がする。俺肩強いみたいなことをなんか前チラッと言ってたような気もするから。で、やっぱりこう、ピッチャーに対して優しさもありつつ厳しくも言えるっていう、そういう人ね、玉木さんに対しても強く言える。こんな感じの人なんで、あ、もうサードぴったりやな。次、ファースト。ファースト浜口さん。この人、キャッチコピーみたいなのやん。みんなの窓口浜口の。ってことはもう何でも取るやん。窓口はいつでもどんな球でも取らんない。もうそれだけです。すいません。ファーストってそれが、絶対にボールを取るというのがファーストの全ての仕事やから、あ、いいなと思って。やっぱ野球って例えやすいな。で、レフト、ライトいきますか。レフト、長友さん。ライト、磯崎さん。長友さん、ここ若いね。二人とも若いです。若い人外野走れるから、九州の宮崎2区の選挙区なんやけど、やっぱりね、遠いとこからもレーザービームで返してくるような、距離感がやっぱ常に遠いとこからこうやってるから、やっぱここはね、安心感があるというか、で、長友さん自体もすごいパワフルな人やし、なんかよくガラシャつきとるやん。なんかそういうやんちゃな感じもキャラクターとしてレフトって俺は好きかなと思って。で、磯崎さんはすっごいイケオジ、自動車出身の人やねん。だからなんか走りそうやん。やばい、雑になってきた。理由が。あと、全国比例って言って、全国飛び回っとるみたいな。あと、西武の殿崎も外野できるやん。なんかライトやっとったイメージあって、なんか殿崎一緒かなみたいな。まあ、あの人はどこでもできるんか。その先は。割とオールマイティやもんね。はい、だから、磯崎さんもオールマイティ、ガヤでも入れますと。で、この竹詰さん。竹詰さんはね、当の大会でヤンキーの役やったり、なんか結構パワフルでしたね。面白い人ね。もうなんか、一発ホームラン打つようなタイプやから、DH。もう、だでもう言ってほしいね。卓球やっとって、なんか卓球がめっちゃうまいらしい。やっぱだの人やから。で、鈴木さん、これもう確定やろ。どのポジションから決めたって言われたら、この人から決めた。これ何やと思う？代打の神様。もう代打の神顔してない？鈴木義弘ってなんか、ダイソーの神名前もしとるやん。ダイソーの神名前もしとるけど、顔は代打の神、ちょっと往年の大道のようなね、安定感があるし、やっぱね。出てきたら終わるみたいな。そうそう、絶対打つやん。ランナー返すやん。安心感はありますよね。16人。強いて言うなら、小竹はどこに入るんですか？小竹は、ダイソーかな。ダイソーが三塁コーチャーかな。腕取れるまで回そうかな。長友さんとイニングの交代でキャッチボールしてるわ、俺。レフト俺いけますよ、かな。どうですか？確かに覚えやすいです。やろ？なんとなく、でも、あっても言うなよ。センターの浅野さんですよね、とか言って。けど逆に言うと、西岡さんって人を紹介されても、スッて言ったけど、ショート西岡って言ったら、もう俺らからしたらなんか、ハマるやん、枠として。やっぱそういうのってめちゃくちゃ大事で、ぜひこの並びで覚えてください。そんなわけで、キャラクターとしても、ぜひ皆さん一人一人、これでね、野球少年たちは、あ、俺サードだ、サードの人気になったら調べてみようっつって、同じポジションの人を調べてくれてもいいし、どんな入り口でもいいんで、ぜひ興味持っていただければと思います。この辺で失礼します。ありがとうございました。はい。まあなんか、一回、小竹会も謝りに来るとか言ってましたけど。はい。伊藤隆が5回の裏かなんかでバテませんから大丈夫ですよ。はい。まあ皆さんぜひね、知った激励いただきたいなと。あいつ何やってんだと。言うとね、最近例えば、ツイッターも上げてないぞみたいなね。まあそういうことがあったらね、ぜひ、注意してもらいたいし、まあその意味でもね、新人議員の、X、ツイッターのアカウントなんかも、フォローをしていただいてですね、SNS フォローしてもらって、うまくね、また彼らよく見守りつつ、知った激励賜ればな、というふうに思いますので、よろしくお願いできますかね。はい、ありがとうございます。国民民主党の国会議員を野球で例えてしまった小竹会。怒られることを覚悟して有権者にわかりやすく解説しました。こんなことが言えてしまうほど、議員同士が和気あいあいとしている国民民主党、国民に寄り添った政治をこれからも継続していただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。